さあ聴いていただきます初期の7つの歌曲は、ベルクが20歳から23歳にかけて作曲しました、まあ、文字通り初期の作品で、7曲それぞれが別々の詩人の詩によっております。それではお聴きいただきましょう。独唱はバリトンのホーカン・ハーゲゴールド、1944年生まれのスウェーデンの歌手です。Serra.
Knistert im Ofen und loh.
ベルク作曲の初期の七つの歌曲、バリトン独唱は宝冠ハーゲゴールド、小澤征爾式のベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でした。この宝冠ハーゲゴールドという人ですけれども、有名なベルリマン監督がモーツァルトの歌劇マテキを映画化した時にパパゲーノの役を歌っております。すでに世界各地のオペラ劇場に出演しておりますけれども、今年はミラノのスカラ、ロンドンのコベントガーデンオペラ、ジュネーブ大劇場でも初めて歌いましてキャリアを伸ばしております。ベルリンフィルとの共演はこれが2回目と。